ははい皆さんんこにちはエゼコですそれでは今回なんですけども5月 PayPay ペペはクーポン足すくら寿司10%やセブンイレブンで対象商品半額クーポンなどということで今回は PayPay ペペについてですねこの動画では PayPay ペペの4月後半から5月にかけたお得なクーポン情報についてまとめましたので是非参考にしていただければなと思います本日ですねちょっと撮影環境が少し違うので声の音質などがちょっと違うかもしれないんですけどもそこだけはちょっとご了承くださいそれではいってみましょう ということで、今回はこちら大きく2つに分けてお伝えします。まず1つ目はこちら5月のお得なクーポンということで、まあ、早速公式ページを見ていただきたいと思います。まあ、それがこちらですね、事前に獲得して PayPay ペペアプリでお支払いしようということで、まあ、これまでちょくちょくね、クーポンについての動画も出しておきましたけども、今現在出てるクーポンというのは、このアッシュっというお店とエクシオルカフェ牛角 であと、タリーズとこのドトールまでが今現在出ているクーポンなんですけども、本日発表されたクーポンが合計で10個のクーポンが発表されておりました。まあ、そこをね、それぞれ見ていきたいと思います。今回発表されたクーポンが、この赤ちゃん本舗、カっパ寿司、くら寿司、そしてファッションセンターしまむら。これ最近ちょっとペイペイが使えるようになったみたいです。であとはコンビニのデイリー山マザキであったりとか、ファミリーレストランのデニーズ、であとハニーズ。 日高や松屋、洋服の青山これらのクーポンがそれぞれ出ているということになっておりますだいたいパッと見た感じは、まあ、最大10%オフのクーポンでやったりとかあとは最大100円付与あとは最大500円付与のジャンルで分かれております まあ僕がねよく見かけるお店を例で例えるとこのカッパ寿司ですね1000円以上の支払いで冬上限が1000円までなので、まあ、実質1万円分の、まあ、食事をした際にこの1000円分が最大限まで戻ってくるとこれが4月の27から5月の23日まで、まあ、約1ヶ月ぐらいの期間ということですねあとはこちらくら寿司もクーポン出ておりますね、まあ、こちら500円以上の支払いで冬上限が2000円ということですので、まあまあ、なので1回に2万円まで食事をしたら2000円まで戻ってくるという いうことです、ねまあ、くら寿司うれしいのはこの500円以上の支払いということですので、まあ、結構ねランチとかでも利用されている方は僕結構1人で行くことが多いんですけども結構500円以上はちょうど行くかなという感じなので、まあ、その時に10%付与っていうのはちょっと嬉しいかなと思いますこちらはですね4月の27から5月の21日まで結構ねクーポンを見た感じあの期間がバラバラなのでそこもちょっと気をつけたいですね。 で、コンビニのジャンルのこのデイリーヤマザキなんですけども700円以上の支払いで付与上限が1000円相当までということですので、まあ、単純計算で1万円まで、まあ、お買い物した際に1000円分まで付与されると、まあ、なのでぶっちゃけこのデイリーヤマザキをガチで毎日使ってる方であれば、まあ、使った方がいいかなっていう感じですね、まあ、デイリーヤマザキはね個人的に好きなのはあの手作りパンがあると思うんですけどもあれが結構好きですねで対象期間がちょっと日付けずれてるんですけども4月の29日から5月31日まで あとこちら松屋なんですけども290円以上の支払いで最大10%付与ということですのでこちらもね まあ実際に11万円まで付与されるということですので10万円分までお会計したら1万円相当までもらうということですのでこんなに1人で使うことはないと思うんですけどもまあもしね松屋ガチ勢の方がいらっしゃったらまあ使ってみてもいいのかなというふうに思いますでですねまあこの PayPay のクーポン自体のサービスっていうのはちょっと前ぐらいからサービスが開始したんですけどもやっぱここは気をつけた方がいいかなというのがありましてここですねクーポンの付与総額が所定の金額に達した場合 利用可能期間を待たず終了すす。る場合がございますあらかじめご了承くださいということですので、まあ、結局これ何が言いたいかというと、まあまあ、とりあえずねクーポン取得したらなるべく早くまあ使った方がいいですよという風な感じのメッセージかなと思います結構ね、まあ、人気のクーポンに関してはなくなるのが早かったりするのでもし使う目処が立っているクーポンがあれば早めにもうフォローとか。 まあぶっちゃけ今回に関しては10%付与が結構多いのでなくなるっていうのはちょっと予想は何とも言えないところではあるんですけどもまあ今月とかまあもしくは来月どうなるか分かんないんですがまあお得情報とか還元率が結構低い状態なので結構こういった10%還元とかあるか あありりりがたたかかかっすすするるののでそこをねね結構使うう方ももも増えてくるのかなとというふうにも思いに思ますまあ、ゴーールデンウィークとかもありますし、ね、ちなみにそのクーポン利用までの流れなんですけども,もうこれはね PayPay のアプリのクーポンのタブがあるのでそこに入っていただいて、まあ、そのお店とかをフォローした後にクーポン獲得するっていう流れになりますで使う際にはもう自動でクーポンがセットされているのであとはとりあえず PayPay 決済ですれば大丈夫です でもしで PayPay、ね、のクーポンを使う時にはこれちょっと前にも動画にしたことあるんですけども、まあ、個人的に普通に PayPay 残高での支払いっていうのもありなんですけどもクレジットカード支払いもいけますので PayPay のクレジットカード支払いをすれば。 実質 PayPay でのクーポンの恩恵を受けることができるプラスクレジットカードのポイントとかの恩恵を受けることができますんで、まあ、普段からご自身が好きな還元率の高いクレジットカードを使われている方はそれと併用してうまく使えば結構お得に決済ができるのかなというふうに思います、まあ、その時に解説したね動画はリンクに貼っておきますのでそちらもぜひ見ていただければと思います え続きまして2つ目の情報なんですけどもこちらセブンイレブンの半額クーポンということでこちらもねぜひ公式ページを見ていこうと思いますそれがこちらなんですけども半額クーポンがもらえる第3弾セブンイレブンアプリキャンペーン実施についてということで、まあ、ちょっと前にね情報がアップされてたんですけども まあそれがここにも書いている通り現在実施中のセブンイレブンアプリであるペイペイジャンボに続きセブンイレブンアプリにペイペイを登録していると5週連続で対象商品の半額クーポンが5枚もらえちゃうキャンペーンを4月の28日から5月27日まで実施をするということになっております。 で配信日のそれぞれ、前週火曜日までにセブンイレブンアプリに PayPay ペイペイを登録していると、水曜日と木曜日に対象商品の半額クーポンが合計で5枚までもらえるということになっております。セブンイレブンでのお買い物がお得になりますので、ぜひこの期間にセブンイレブンアプリのインストールと PayPay ペイペイとの連携をお願いいたしますということで、まあ、このとりあえずこのキャンペーンというのはセブンイレブンアプリを入れて、その中に PayPay ペイペイと連携をするということで、まあ、このクーポンがもらえるということですね。 で、その対象商品なんですけども、今現時点で発表されている分ですね。まずこのクーポン配信日が4月の28日水曜日、そして4月の29日木曜日っていうふうに分かれております。で、まずクーポン1なんですけども、このレッドブルーシュガーフリー半額と、午後の紅茶ザ・マイスターズミルクティー、そしてゼリアヘッパーリーゼ W ということで、で、クーポン2に関しては、パピコホワイトサワーの半額と、クラシエフリスクネオグレープ1個半額ということですので、 まあちょっと僕的にはこれの中で好みな商品があるかないかっていうとまあぶっちゃけないに等しいんですけどももしねこのヘバリーゼはあれですかねお酒飲まれる方が飲むんですかねあとはその日気合い入れりたい方はこのレッドブルシュガーフリーとかねまあそこら辺を狙ってみてもいいのかなというふうに思いますで他にも一応第2弾と第3弾そして第4弾と第5弾も一応あるということなんですがまだカミングスーンということで情報は出てないんですけどもまあまあもしねご自身が気に入った商品があればまあそこら辺を使って まあ半額を狙ってみてもいいのかなというふうに思います。ということで本日お伝えしたことをまとめです。まず4月の27日からなんですけども PayPay ペペの新しいクーポンが付与されます。まあ、大きく3種類に分かれているんですけども最大10%オフのクーポンが赤ちゃん本舗そしてかっぱ寿司くら寿司デイリー山崎日高屋松屋 洋服の青山、まあ、これらが最大10%オフのクーポンが出ますよとそれぞれねスタートする日程は結構バラバラですのでここはぜひチェックをしておいてくださいそして最大100円オフって書いてるんですけどもこれ100円不要のクーポンなんですけどもこれはしまむらであったりとかデニーズそして最大500円オフって書いてるんですけどもこちらも500円不要の間違いでしてこちらもハニーズということですのでそれぞれ不要上限とかスタートする日程というのがバラバラですのでチェックした上で使ってみてくださいそして最後2つ目の4月の28日からなんですけどもペイペイとセブンイレブンの キャンペーンがまた新たにスタートするということなんですけどもこちら第1弾から第5弾で分かれておりますで、今現時点で発表されているのはレッドブルであったりとかあと午後の紅茶などの半額のクーポンが出ておりますのでもし利用される方は事前に セブンイイレブンのアプリをインストールであとねもちろんアカウントの登録をしてその後にまあそんなこんなで今回は PayPay ペペのお得なクーポン情報について簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました、まあ、ここ最近はね本当にお得情報というか還元率がもうこれまで20%とか30%とかあったのが最大でも10%とかそういったものが多くなってきつつはあるので。 もちろんね、無理して使う必要はないんですけども、まあ、うまく使うのであれば、これまで貯めてたポイントを消化するであったりとか、このお店はよく利用するから、そのクーポン使おうかなっていう感じ程度で使うぐらいがいいかなと思います。やっぱりね、プリン使ってしまうと浪費につながってしまうので、必要最低限だけ使って、まお、あ、得にね、食事をしたりとか、お買い物したりとか、それが一番ベストかなというふうに思っております。今回お伝えしたね、リンクに関しては概要欄に貼っておきますんで、詳細気になる方ぜひチェックしてみてください。ということで 本日動画は以上ですごご視聴どううもありがとうございましたこちらねツイッターでもつぶやいたんですけどもちょっと撮影環境が違う理由っていうのが僕ちょっと用事があって沖縄に来ておりましたちょ,、まあ、ちょっとねこのご時世なのでちょっと行くか悩んだんですけどもなかなかない機会だったので数日間だけ滞在させていただいたんですけども、まあ、この写真はねあの飛行機の上から撮ったんですが この日はねギリまだ天気は良かったんですけども僕がいた数日間っていうのが全部ね曇りと雨だったんでもうしっかりとね仕事をさせていただきました <laughs> まあそんな中で僕が宿泊してた、まあ、ホテルの近くに飲食店がね何軒か営業しておりましてまあ今はねまん延防止っていう理由もあって。 ほとんど時短営業ばっかりだったんですけどもちょっとあまり沖縄感はないんですがまあ中華をね堪能させていただいたりとかあとはこちら初めて行ったんですけども A&W っていうんですかねあのコーラじゃなくてドクターペッパーみたいなジュースを頼んだんですけどもあの見事にねあの歯磨き粉みたいな味がしてちょっと沖縄を少しだけ楽しませ,させていただきましたで念のためねあのセブンイレブンでも調査をしてきましたのでまあ、全国にしっかりとバナナチップスチョコがあったことも確認が取れたのでこれで安心してね福岡に戻れるかなというふうに思っておりますということで ありがとうございました。